これもう一個だけ気になりすぎる遺跡が起きたんですよ。遺跡っていうかまだ確定はしてないんだけど、報道レベル。はい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 。久保藤次郎。久保藤次郎さん、おう、藤枝。名古屋が、ロックオン。最初のタッカーのね、めちゃくちゃいい選手ですけど。おー、そうですか？ただこれちょっとびっくりでというか、もう名古屋はその報道のもう2週間ぐらい前の段階で、もう今回は取らないって明言したんです。うん。チーム側が。してましたね。なのに、言い出したんですよね。はい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 。ってことはまあ2択しかないなと思ってて。誰かが出ちゃう。まあいや、出ちゃうわ、俺、あんまりちょっと、そう、でも、そっか。森下選手が抜けるとかであれば取らなきゃいけないね、確かにね。まあ、要は、もし、大怪我とか出たら、取らなきゃいけないだろうってのはあったと思うんですよ。まあ、だから、その可能性が生じたって場合か、なるほど。もしくは、ちょっと後半戦やろうとしてる戦術、もうちょっとサイド系の選手が必要になったか。今、ほら、中断期間だから新しいこと今考えてるうちで。はははそれ結構急遽アタッカー欲しいなってなって久保藤次郎来たから見た。なるほどね。探偵がうなっておりますね。探偵のメガネが。ありがとうございます。光っておりますね、今日も。ありがとうございます。でもただね、ほら、前田直樹、マテウス含めてちょっと似てるっちゃ似てるじゃないですか。うん、そうね。右から巻いてくる系だから。そうですね。そんなに、まあそういう選手一人ぐらいしか出さないと思うから、三人もいるってのがちょっと不思議なところはあって。うんうんうん。でもだからこそ二人出すんだったらまあ一人ぐらいサブいてもいいよなってのはちょっと思うところでもあって。なるほどね。一体誰が、どう、何がまだ今後起こるかなってところはありますから、注目したいところですね。そんな中ですごいなと思うのは中島選手ですね。はい、今にこれからなるんじゃないかなと思いますけど、皆さんちょっとね、インタビュアーさんもハテナハテナハテナになってたんですけど。バロンドール中島なんかね、なんかね、バロンドール取ってもおかしくないような感じの。スケールでかい。そう、スケールでかいインタビューがあったんですよ。何何中島先生、なんて答えたかっていうと、インタビュアーの方に、僕実は昨日、ホテルでテントウムシ見たんです。このテントウムシを見たら、あ、俺がゴールを決めて勝つんだって思っちゃいました。わぁ、すげえ。なんだろう、天才。天才肌っぽいね。ねえ。なんか、僕ちょっとわかんないんであれなんですけど、はい、中島選手がその中、テントウムシを見た瞬間に、やっぱ彼のそれこそね、幼少期に見てたであろうアニメ、稲妻イレブン。稲妻イレブン見てた。のワンシーンがなんか浮かんできたそうです。へぇー、そのシーンあんので、僕全く見たことないからわかんないんですけど、あるらしく。手がこう岩になるやつでしょ、俺ゲームやってました。なんとかなんだっつってね。だからそういうなんかだと思うんですけど、あ、そうで、それが浮かんで、あ、俺明日天気見て勝つんだって、その瞬間に思ったらしいんですよ。なんか将来だからなんかイブラヒモビッチみたいなことになるかもしれませんね。俺はズラタンみたいなそんなこと言えるかもしれない。すげえ。でもみんなだからはぁって思うかもしれないけど、覚えて帰ってくださいね。僕はそういう選手好きですね。フォアっぽい、ちなみになんですけど、これもう一つ覚え方がありまして、この中島選手、中島大化と読むんですけど、大化、そう、一番最後のかの字、なんか他の選手でちょっと見覚えがある字じゃないですか。皆さん、うん、おぐしか、うん、なんだろう、大久保よしとのよしと同じ字なんですね。あ、これそう。あ、そうそうなんですよ。あ、そうだっけ、はいはいはい、で、なんでこの字使ったかっていうと、中島選手実は国見高校から来られたんですけど、もともとがリップエースかな、大阪の中学のチームにあったんですけど、なんで国見行ったか。もともとお父さんからご家族がつけたこの名前は、大久保よしとを超える選手になれっていうことでつけられた名前だそうです。大は超えるみたいな。すごい。それで本当に同じ国見に行って J1 で活躍ってやばくない？やばい、夢ある、すげえ。そんな選手でございます。お父さん覚えて帰ってください。近づいてますね。